ここは俺に任せ。みんなは村人たちの避難を優先してくれ。了解だ。全員俺の後に続け。お前たちの相手は俺だ。ここまで来ればひとまず安心か。おい、やめろ。急にどうするんだ。我を失っているのか。みんな、私の後ろに下がってくれ。これは、なんじゃ。私は何も考えられこっちもだと。あの人、いえ、この辺り一帯がマガマガしいマナで満ちてしまっています。これは一体。そう、なんだか俺まで気分が悪くなってきやがったぜ。そいつは良くないな。どれ、気付けに一杯くれてやろう。は？なんだって、うわっ、冷た。くそ、突然何しやがる。なんなんだよあんた。いいから少し黙ってな。汝が皆の栄光を我に。我は万民の前に備えられし救いとなり、性別されし者に全き安息を与える。てな。周囲のマナが浄化されました。暴れてた村の人たちも、マガマガしいマナが消えて気を失っています。特製の聖水さ、正気の浄化を促進させる効果がある。こいつを今俺の仲間がこの辺りに撒いているところだ。私の方はすでに完了していますよ。さすがに早いな。聖水のストックは今回の分で使い切りました。早急に補充する必要がありますね。ディノン、準備完了しました。いつでも浄化に移れます。おい、みんな無事か。王子、そっちも無事だったみたいだな。なんとかね。それより君たちは一体。その説明をする前にとりあえず浄化してしまおう。やるぞ、ピノ。了解です。浄化開始します。聖なる女神よ、汝が皆の栄光を我に。我は水を注ぎ、万民の前に道を備え、性別されし地の全て祝福を。確かなものはその足に福音の備えを履き、その手を義に捧げ、主の皆において我は清めに進む者に全き安息を与え。いと高き至高の光よ、闇を払え。うん、無事成功したようですね。それであんたら何者だよ。
俺はネビン。羽みたいな耳したジョーちゃんがピノン。そして、そこのメガネをかけた底意地の悪そうなドラゴンがラミエルだ。ラミエル？まさか、五大天使のラミエルか？おや、南の教会にも私の名は知れ渡っているようですね。やはり、そちらが五大天使のラミエルだとすれば、あなた方二人が使徒ということか。え、あの、それは…そう慌てるなよ、ピノ。ごまかしても仕方ない。どうせ協力を要請する過程で喋らざるを得なかっただろうしな。まったく、ネビン先輩はそういうところ、いっつもいい加減ですよね。なんだかよくわからねえが、その五大天使とか使徒ってのは一体何なんだ？五大天使は女神の声を聞き伝えるものと言われ、特別視されている五体のドラゴンのことだ。その天使たちが力を見出し、特別な任務に従事する使徒と呼ばれるものがいると聞いてはいたが。はあ、要するにエルフィリスのお仲間ってことか。いや、それが彼らはグラムスイリア教会の者たちだからな。グラムスイリア教会？簡単に言えば北グラスティア大陸のイリア教会のことだ。南とは組織から教義の解釈までいろいろと違うのさ。ですが、グラムスイリア教会という呼ばれ方は少々気になりますね。分派である南の教会の方をアルベリアイリア教会と呼ぶべきです。まあまあ、あんまり熱くなりなさんな。お互いいろんな事情があるし、どっちが本流かなんて今さらどうでもいいだろ。南北両教会の複雑な事情は私も理解しているつもりだ。そのあなた方があえてここまで来たということは、何らかの重大な任務を帯びてるってわけだ。さしずめ、さっきの村人が急に暴れ出した件ってところか。理解が早くて助かるな。さすがは噂のリベリアスプリンス一行だ。俺たちのことを知っているのか？いろいろと調べさせてもらった。もしかしたら手を借りることになるかもしれないと思ってね。私たちは教会からある密命を帯びてこの地を訪れました。そしてその密命を達成することは、さっきの凶暴化現象の解決にもつながる。私たちに言えるのはそこまでです。なんだそりゃ、そんなのほとんど何も言ってないようなもんじゃねえか。あなた方に私たちと協力する意思があるというなら、もう少し胸襟を開いてもらうわけにはいかないのですか？それは難しいな。俺たちも別に意地悪で情報を開示しないんじゃない。すまないが理解してくれ。わかった、できる範囲で協力はしよう。いいのか王子、どうにも腹の読めない連中だが。みんなの懸念もわかるけど、魔獣や村人たちが凶暴化する件を放ってはおけないよ。それに少し話しただけだけど、彼らが俺たちに害をなすような悪人だとは思えないんだ。噂以上のお人よしみたいだな。それで私たちは具体的に何を協力すればいいんだ？一つはあなたたちの住む聖城を探索拠点とすること。もう一つは聖城に女神イリア像を設置することです。それは何のために？
凶暴化現象を抑止するためです。女神イリア像を設置することで聖なるマナが周囲の瘴気を払います。俺が浄化に使った水があっただろ、あれも女神像の原材料となる鉱石から出たマナを溶け込ませたものだ。特定のマナにはそれぞれ溜まりやすい形状や環境というものがあります。そして瘴気を払うマナの溜まりやすい形状を追求した結果が九段の女神像というわけです。瘴気を浄化するマナを集めやすい形状が女神像ってのは C に過ぎるが、ま、あれだ、信じる者は救われる。うさんくさい締め方をしないでください。女神様に対して不敬ですよ。ディノン後輩は相変わらず気真面目だな。我らが女神様ならこの程度の冗談は笑って許してくださるだろう。女神様が許しても信徒が怒りますよ。そりゃ嫌だな、この年になってまで誰かに怒られたくない。ってことでさっきの発言は他言無用で頼む。はあ、でどうだ、アルベリアの王子、凶暴化現象を解決するためにも俺たちに協力してくれないか。まずは正常に女神イリア像を建てるところからだね。ああ、とびきりの美人に作ってやろう。不敬です。今のも他言無用で。やれやれ、何はともあれ短い間でしょうがよろしく頼みます。ここが指定の場所ですよね。私たちの到着が早かったみたいですね。まあ少し待っていればすぐにあちらもやってくるでしょう。ピノ、ガブリエルはどうした？別の任務があてがわれていたので来る途中で別れました。あの子煩悩がよく許したな。私はもう親がいないと何もできない子供じゃありません。これまでにだって何度か単独で任務をこなしています。死後を慎み敬重せよ。これより今回の任務内容を伝える。ちょっと待ってくれ、リーダーがまだ来ていない。使徒バースには急遽別件があてがわれた。諸君とは別行動になる。今回の任務は教会の保管庫から強奪された品々の奪還ないし破壊だ。破壊ですか？奪還できるに越したことはないが、それが不可能な場合は破壊せよ。強奪されたお宝の中に教会としてあまりよそ様に知られたくないようなものがあるということだろう。南のイリア教会を二分した煉獄文書という前例もありますからね。同じ鉄は踏みたくないんですよ。盗品のリストだ、目を通したまえ。イリア教の信者記録と献金帳簿、魔人を来賛する異端の魔導書、悪魔の瘴気を放つ封印石。この数を一度に盗まれたのか？教会のメンツ丸つぶれだな。故に全て秘密裏に処理する。教会の地部暗部が露見するような事態を絶対に阻止しなくてはならない。君たちには南グラスティアへ向かった一軍を追ってもらう。各位真意を持って執行を開始せよ。了解。使徒ネビン、真意を持って執行を始めよう。同じく使徒ピノ、真意を持って執行を開始します。私は今から拠点へ帰還する。
何かあれば随時ラミエルを通じて私に報告するよう。それにしても封印石ですか。あれが盗まれたとなると少し嫌な予感がしますね。おいピロン、凶暴化した魔獣の目撃情報があったのはこの辺だぜ。あとはどうするんだ。凶暴化した魔獣を退治しつつ、この辺りに不審な人物や一団がいなかったかを調査します。不審な人物や一団ということは、やはりこの凶暴化現象は人為的なものということですね。秘密事項なのでお答えできません。またそれか。まあそちらさんも事情があるってのはわかるが。すみません。その辺でやめてもらっていいですか。これ以上うちの可愛い新人が収賞を狼狽すると任務に支障をきたしますので。あなたも一人前の使徒ならばもう少し感情の制御を覚えるべきです。すみません。でも私なんだか皆さんのことをいいように利用してるみたいで申し訳なくて。それはまさにその通りですからね。任務遂行のためなら利用できるものは何でも利用する、それが使徒です。あなたの性格上この状況を心よく思えないことは理解できますが、敵はあなたの気持ちを汲んでくれたりしませんよ。言ってるそばからというやつですね。さあピノン、真意を示してください。はい、使徒ピノン、これより真意を持って執行を開始します。行くぜリュカ。任せろ、こいつを食らえ。どうやら囲まれてしまったようだな。後ろは任せてくれ。私もいますよ。滑らかな連携です。あれは厚い信頼関係のなせる技ですね。使徒とは趣を異にする戦い方ですから、あまり参考にはならないと思いますよ。そうかもですね。でも私は決まった。魔獣がピノンの方に。真意を執行します。はあ、やったなピノン。なんだよ今の一撃、すごいじゃねえか。今のは聖魂の力です。使徒はみんな聖魂を通じて天使とつながっているんですよ。私たちで言えばドラゴンとの契約、絆のようなものか。似て非なるものですね。これは絆というよりも楔ですから。どういうことだ。それ以上は機密事項です。またそれかよ。これがネビンだったら教えてくれそうなもんだけど、ってそういえば一緒に来てないな。先輩はどうせまた正常の中庭あたりでほうけているんじゃないですか。後輩に仕事を押し付けていいご身分ですよ。いやいや、押し付けてはいないだろう。これは役割分担、適材適所ってやつだ。仕事にも向き不向きがあるだろう。
これでネビン先輩に向いている仕事って何なんですか？俺様ちゃんは頭脳労働担当だからな。君たちの報告を分析して犯人たちの居場所を割り出すってところか。現場に一切赴かないで犯人の居場所なんてわかるんですか？なんだ、今日やけに突っかかるな。何かあったのか？正常の皆は現場に出て尽力しているのに、あなたはずっと正常にこもってましたから、後輩にも思うところがあるのでは？私はただ任務を手伝ってもらっている立場の先輩が仕事もせずほうけているのはいかがなものかと思っているだけです。仕事の遺憾は態度でなく成果で見せる、それが俺のポリシーだ。では成果のほどをお見せください。それ次第で納得してあげます。なんで上から目線なんだよ後輩。ま、ちょうどいい、すぐに分かる成果を見せてやろうじゃないか。それは南グラスティアの地図ですか？ああ、お前たちがさっき言ってきたのがロブレールの北方、この辺りだな。だとすれば次はミレージュ湖畔の北、いや北西の三角巣が出現ポイントだ。出現ポイントってそこに凶暴化した魔獣が出現するってことですか？みんなここにいたのか。また凶暴化した魔獣が目撃された。すぐ鎮圧に向かおう。場所はどこですか？ミレージュ湖畔の北西だ。近くにはフォレスティアの村がある。急がないと村に被害が出るかもしれない。おっとっと、先輩どうして分かったんですか？まあ頭脳労働担当だから。そういうことじゃなくて、もう後でまた聞きますから、ちゃんと教えてくださいよ。行きましょう、王子。あんたは行かないのか？行きますよ。でもその前に進捗具合を聞いておきたいと思いまして。先の予測、当て推量ではないでしょう。もう相手の拠点の位置は絞り込めたと考えて良いのですか？おおよそ。ただまだ確実じゃない。あと4件、いや2件もあるな。了解です。期待してますよネビン。きっとそれはピノンも同じです。先輩なら後輩の期待に応えねばね。はいね、いいだろう。真意を持って答えてよ。ようやく戻ってこられたな。戻って早々に悪いが、凶暴化現象を発生させている奴らの拠点を割り出した。話を聞いてもらいたい。ただこれからする話は機密事項としてお前たちに伏せていた内容も含まれる。故にここで聞く話は他言無用で頼む。今さらだな。イリア教の威信にも関わる話だからな。今さらだが、それを承諾してもらわねばこれ以上踏み込んだ話はできない。ああ、わかった。これからここで聞く話は全て内分に済ませよう。あれだけ手伝わされて肝心なところで仲間外れなんてことになったらたまったもんじゃねえもんな。本に切る。では改めて話を続けよう。すでに察している者もいると思うが、凶暴化現象は人為的なものだ。つまりそこには目的や意図がある。
凶暴化現象を引き起こす目的とは。機密事項と言いたいところだが、正直に言って俺にもわからない。何らかの大きな企みの一部なのか、あるいは単なる凶楽か、そのあたりは相手に直接聞く方が手っ取り早いな。それで直接話を聞くべき相手はどこにいるのですか？この地図を見てくれ。ここだ。ここにある遺跡に潜伏している可能性が高い。ちょっと待ってください。ここに犯人グループがいるって根拠は？それに確かこの辺りはまだ凶暴化現象が発生していない地域ですね。そうです。こんな何も起きていない場所に犯人グループが潜伏しているってなんでわかるんですか？逆ですよ。こんな何も起きていない場所だからこそ相手が潜伏している可能性が高いのです。さっきも言ったが、凶暴化現象は人為的に引き起こされているものだ。つまり相手は凶暴化を制御できる。そんな話私は聞いてませんよ。事実から導き出したただの推測だ。だがそもそも考えてもみろ。制御ができなければ凶暴化現象を引き起こしている当人が胃の一番に凶暴化してしまう。凶暴化現象が断続的に発生しているってことは、少なくとも相手は凶暴化を抑制する術を知っているはずだ。正常に設置した女神イリア像と似た効果を相手側も何らかの方法で実現しているわけですね。でもそれだけじゃ犯人グループが凶暴化現象の起きていない場所に潜伏しているとは言い切れなくないですか？じゃあ逆に聞くが、自分が追われている立場だったらわざわざ凶暴化現象を起こした場所にそのまま潜伏するか？そう言われると。凶暴化した魔獣や村人がいる場所なんて危なくて拠点にできませんし、何より私たちが調査に来る蓋然性があります。追っ手がやってくると分かっている場所に潜伏するなんて、そんな自ら危険を犯す真似はしないでしょう。一応納得しました。なら続きだ。凶暴化した魔獣や村人が目撃された地域をチェックしていく。すると凶暴化現象が起きているのはある範囲内に集中しているのが分かる。確かにこうしてみると一目瞭然だ。凶暴化の目撃情報は霧の森の北東側に集中している。それなのに先ほどネビンさんが指した近辺だけ不自然なほど凶暴化の目撃情報がありませんね。凶暴化が発生しておらず、人目を避けて潜伏することができそうな場所、それがこの遺跡というわけだ。そこはシェイフ遺跡だな。村からもそこそこ離れているし、人目を避けるにはもってこいだぜ。うん、まあ他に目ぼしい候補地もありませんし、調査してみる価値はありそうですね。そうだな。準備を整えたらすぐに向かおう。さあ、鬼が出るか蛇が出るか、それともあとは出たとこ勝負だ。この先少し開けてますね。私が偵察してきます。わかった、頼むぞピノ。はい、任せてください。ピノンの方は問題なさそうですね。あ、そうだな。先輩、
私、自分が情けないです。凶暴化現象の対処で手一杯で、全然先輩の役に立てていなくて。やっぱり私って、使徒、向いてないんですかね。使徒に向き不向きなんてないだろう。それに、向いてないからって勝手に辞められるようなものでもない。使徒を辞めて聖魂のつながりを断ったら、一日と持たずに死んじゃいますからね。もういっそ聖魂のつながりを切って、ガブリエルには新しい使徒を見つけてもらった方がいい気がします。おいおい、それ言うの本当にやめろ。ガブリエルが聞いたら本気で泣くぞ。ピノン、これは先日ネビンも言っていましたが、仕事には適材適所というものがあるのですよ。ネビンが分析や策謀を得意とするように、あなたはあなたが得意とすることを精一杯こなせばよいのです。実際俺が敵の拠点を割り出したのも俺一人の力じゃない。お前や王子たちの持ち帰った凶暴化現象に関する情報があったから絞り込めたんだ。フィノ、お前が俺になる必要はない。お前はお前のできることをしろ。ネビン先輩、ラミエル、ありがとうございます。少し気持ちが楽になりました。期待しているぞ。まあ、お前が活躍してくれれば、その分俺様ちゃんの仕事が楽になるからな。今の流れでそれを言っちゃいますか。もういい年なんですから、カッコつけた後で恥ずかしがらないでくださいよ。おい、やめろ。見透かしたような視線を向けるんじゃない。こういう時だけいい年とか言って大人扱いしやがって。嫌だな。あなたが後輩に子供みたいな態度を取るからじゃないですか。そんな風だと皆に嫌われちゃいますよ。上等だ。嫌わば嫌え。俺の言葉に嘘偽りはないからな。仕事が楽に済めばそれに越したことはないんだよ。そうですね、ネビン先輩の仕事が楽になるように私頑張りますよ。その時は存分に頼らせてもらおうじゃないか。どうした？何か気がかりでも？凶暴化した魔獣や村の方々は皆正気を帯びていました。盗品のリストに載っていたものの中で最も可能性が高いのは封印石か。うん、私はこの数日ピノンと共に行動し、王子たちの戦力具合もある程度は把握しています。彼らは非常に頼もしい。他の使徒たちと比較しても遜色ない力を持っています。ですが、もし封印石に封じられた者が解放されてしまえば。最悪のケースを想定しておくべきか。念のためサンダルフォンに現状を報告しておいてくれ。それで増援が来てくれればいいが。どうかしましたか？いや、もっと楽な仕事がしたいものだと思ったわけだ。それはまあ、使徒でいるうちは無理でしょうね。あなたもピノンも。ピノン、偵察から戻りました。この先に相当数の見張りが立っています。回避するのは難しいですね。まだ仕方ない。真意を持って執行を始めるとしよう。あ、今の音は。よし、いいぞ。
やるじゃねえか。やればできる子なんですよ。やろうとしないのがたまに傷ですが。いい加減、親目線で俺のことをあれこれ語るのやめてくれないか。奥に人影が見えます。少し様子を伺いましょう。退屈だな。もっとガンガン正気撒き散らしに行こうぜ。そうしたいのは山々だけどよ、あいつがいねえことには封印石も持ち出せねえからな。その通りだ。私の許可なく封印石を持ち出せばお前らもただでは済まん。お、あんた、いたのか。今のはただの冗談だぜ。本気で言っていたわけじゃねえ。あんたの持ってる鉱石がねえとこっちまで凶暴化しちまうしな。でもあんたがこっちに来たってことは行くんだろ。ああ、そしてこれが最後になるだろう。最後？それはどういう意味だ。うわっ、くそ、なんだ突然。今のを食らって倒れないなんて、思ったよりタフな方ですね。なんだてめえら。正義の使徒だよ、悪党ども。これ以上お前たちの好きにはさせない。まさかこうも簡単に見つけられるとは。さすがは北イリア教の使徒とリベリアスプリンス一行といったところか。どうやら私たちをご存知のようですね。なら話は早いです。無駄な抵抗はせず、保管庫から盗んだ品を返してください。返す？封印石をか。封印石、それがピノンさんたちの追っていた凶暴化現象の原因ですか。イリア教の司祭ともあろう者がなぜこんなことを。その封印石とやらで一体何を企んでいる。その口ぶり、どうやらお前らは封印石について何も聞かされていないようだな。まあ無理もない。封印石の存在は教会内部でも一部のものしか知らない最重要機密だからな。その一部のものしか知らない最重要機密をなぜあなたのような下っ端司祭ごときがご存知なのですか。口の悪い天使め、勘に触る言い方を。いいか、私は選ばれたのだ。他の者どもとは違うのだよ。選ばれたですか。そう、私は選ばれし者。そこにいる人たちと同じだ。あなたも私たちと同じ。そうだ、あの方から聞いているぞ。使徒は己の信じる正義のためなら手を汚すことを厭わない者たちだと。昔の私は失敗を恐れ、自らの手を汚さず、ただひたすら女神に祈りを捧げていた。ああ、なんと愚かだったことか。いくら女神に祈りを捧げても無意味。己の手を汚す者だけが成功を手にする。行動しなくては何も変わらないのだ。あの方のおかげで私はそれを理解した。そして気づいたのだ。我々には
自らの行動をもって衆生を導く義務があると。大層なご考説痛み入るが、お前がやっていることは世界に混乱を招く悪行だ。俺たちの執行とは意味が違う。善悪など視点の違いでしかない。大義のためならば私は喜んで手を汚そう。いわば私は必要悪なのだ。わからねえな。結局あんたは何がしたいんだ。封印石に封じられているもの、悪魔を解放する。悪魔？それは一体？悪魔とはイリア教会が封印石に封じ長年隠し続けてきた禁忌の存在だ。だが時期にその封印は解かれ、すでに封印石の封印は一体の正気を取り込むことで格段に弱まっている。やはりこの近辺で魔獣や村人たちを凶暴化させていたのは正気を蔓延させ封印を弱めるためでしたか。お前も五大天使の端くれならば最初から気づいていたはずだろ。悪魔の存在も封印石の意味もだのに他の者どもには教えていない。教会の威信を守るため。いや違う、信用していないんだろう仲間を。いちいち否定しませんよ。これ以上の問答は時間の無駄ですから。悪魔が復活する前に一刻も早くあなたから封印石を奪還します。無駄だ。多少予定は狂ったが、ここにいる者だけでも封印を解くにはこと足りぬ。あ、嘘だろおい。あの鉱石がなきゃ俺たちまで正気に。いやふっはっはっは。素晴らしい。どんどん力がみなぎっていくぞ。この痛み、まさかこれは共鳴。まずい、皆さん早くここから逃げてください。なんだよ突然。あの司祭から封印石ってのを取り返すんだろ。そのつもりでしたが、もう手遅れです。悪魔はすでに目覚めかけています。ならばなおさらここで倒すべきでは。悪魔の力は絶大です。このまま戦っても我々に勝てる見込みはないでしょう。ここは他の人と合流するべきです。そう簡単に逃がすと思うか。この連携の取れた動き、自我を失っているとは思えん。しんがりは俺に任せて、お前たちは早く逃げろ。ミノ、話を聞いていなかったのか。ここは俺に任せて早く逃げるんだ。先輩にばかり任せられません。私だって使徒なんです。それに言ったはずですよ、あなたの仕事が楽になるように頑張りますって。その時は頼らせてもらうって答えたの。私聞きましたよ。そりゃ言うには言ったが、何も今でなくては。今を逃したら、今を逃したら次があるとは限らないじゃないですか。ピノ、おい、どうやら逃げ時を逸してしまったようですね。もうやるしかありません。おい、なんだあれは。
ご老子よ、これが悪魔の力を手にした新たな私、世界に混沌をもたらす悪魔の姿だ。待てよ、あれじゃまるで私とウリ二つ。いや、まさかあれは別の世界の私だとでも言うのか。確かに姿はお前と似ているようだが、力の具合はどう？へえ！なんという攻撃！これが悪魔の力なのですか？いや、まだこんなものではない。今もまだ封印石を通して力が流れ込んできているぞ。そんな力を手にしてまでお前は一体何をするつもりなんだ。言っただろう、私は必要悪だと。私は悪魔としてこの世界に混沌の闇をもたらすのだ。なりなりにもイリア教の司祭として民を導く立場であった者が混沌などと、正気の沙汰ではない。正気でないのは今の世界の方だ。北も南もどいつもこいつも自分勝手な正義を掲げ戦いに明け暮れている。私はな、争いのない世界を作りたいと思っているのだよ。そのためにも我々は心を一つにしなくてはならないのだ。言っていることとやっていることがあべこべです。その力を行使した先に争いのない世界があるとは思えません。いや、あるあると私は確信する。悪魔という世界の脅威が出現すれば、やがて人は団結という光明を見出す。そしてその時、私は改めて女神イリアの教えを唱え、世界の脅威を退ける。私が新たな衆生の先導者となるのだ。なんだよそれ、自分勝手に他人を振り回してるだけじゃねえか。悪魔になって当然の腐った思想だ。女神イリアの教えはお前の承認欲求を満たすためのものじゃない。不敬です、イリア教の使徒として見過ごすわけにはいきません。二人の言う通りですね。すみませんが王子、もう少し私たちに力を貸してください。ああ、もちろんだ。行くぞみんな。来い、私の理想の前にひざまずけ。なんとか倒せましたね。アンズルより産むが安しってやつだな。ラミエルから勝てる見込みがねえって言われた時は正直ビビったけどさ。勝利の余韻に浸っているところ申し訳ありませんが、まだ終わってませんよ。あの男と封印石のつながりを断たねば、すぐに悪魔が復活してしまうでしょう。つながりを断つには封印石から出ている正気を抑え込むしかありません。ですがあの正気の量は、手持ちの聖水をかけたくらいじゃダメそうですよね。普通のものでは近づくこともできません。聖水もかけたそばから蒸発してしまうでしょうね。心配ない、俺がやる。もともとこれは使徒の任務だからな。封印石から出ている正気をマナで強引に抑え込む。聖なる女神、汝が皆の栄光を我。心は綱、手は枷、声は情。我は汚れし罪人の砂漠とならん。
これほどとは。おい、大丈夫なのか？かなりまずそうだぞ。残念ですが、ネビンの力でもあの正気を抑え込むのは。私が手伝います。ピノン、何を。私も使徒の端くれです。一人でダメでも二人なら。確かに今は先輩面でカッコつけている場合じゃないな。頼むぞピノン。はい、任せてください。おー、すげえ。二人の力が徐々に正気を抑え込んでいってるぜ。二人の力？違う、あの力の大部分はピノンのものだ。あいつに秘められたこの力は一体。もう少し、もう少しで。よし、抑え込んだ。ピノン、後ろだ。どけ、それは私のものだ。しまった、封印石が。おいおい、冗談だろ。あと一歩だったってのに。残念だったな。お前らは万に一つのチャンスを失ったぞ。まだだ。もう一度お前を倒して、今度こそ復活できないよう封印する。勇ましいな、リベリアス・プリンス。だが今の私は先ほどよりもさらに正気を吸収し強くなっている。加えて、私は同じ鉄を踏むような真似は決してしない。封印石はここではない別の場所に移させてもらおう。そんな、封印石を異界の叫びに。異界の叫びを通し、封印石を私の境界まで転送した。私と封印石のつながりは天使と使徒をつなぐ聖魂同様、距離に関係なく恩恵を与えてくれる。封印石とつながっている限り私は不死身だが、ここにいるお前らにそのつながりを断つことはできん。つまり、今の私にとって負ける要素は何一つないということだ。マジかよ、何か手はねえのか。奴の言う通りです。私たちは奴を倒せる万に一つの機会を失いました。封印石の正気を抑え込まない限り、あの悪魔に勝つことはできません。ですが、肝心の封印石は。もうどうすることもできないのか。そうだ、絶望しろ。悪魔の力にひれ伏すがよい。あとは時間の問題ですね。おい、悪い顔してるぞ、ショーワル天使。サンダルフォンからか。もうじき面白いものが見られますよ。ですから一度封印石のことは忘れて、思う存分あの悪魔を倒してください。簡単に言ってくれる。強い。ああ、ちょうどよかった。ネビンとピノ、あなたたち二人に我らがリーダーからの伝言があります。俺の期待を裏切るな、だそうですよ。
愛してもらえているってことですよね。そう捉えていいんですよね。よーし、私頑張っちゃいますよ。てりゃあ。おお、すげえなビノンのやつ。さっきまでよりもさらに動きが鋭くなってやがるぜ。なあ、年ぞ小娘が。ピノンの力が増している。これはやはりそういうことなのか。何高みの見物決め込んでるんですか。あなたもピノンを見習ってガンガン攻めてくださいよ。いや、ピノンの中に眠る潜在能力を最大限に引き出す方法を考えていたな。うまくやればバースを超えうるぞ。それはまた随分と高く評価してますね。ですが、彼女が時折見せる力が常に解放できるなら。確かに。おそらくピノンが能力を発揮するのは誰かの期待や信頼に応える時。まだ確証はないが、だとすれば楽しそうですね、ネイビン。そうか後進を育てることは自分の仕事を楽にするのと同じことだからな。楽になるのが楽しいんだ。とりあえずはそういうことにしておきましょうか。含みのある言い方を。そういうところだぞ、少年が悪いって言われるのは。そんなことを言うのはあなたくらいのものなんですけどね。おいおい、二人とも後ろでサボってないで戦ってくれ。俺様ちゃんは頭脳労働担当なんだけどな。まあそう言わずに、あなたも使徒なら仲間の期待に応えなくては。使徒にそんな熱苦しい心得はない。だがまあ任務だからな。ここはもう一踏ん張りするとしようか。使徒ネビン、真意を持って執行させてもらおう。くっ、何度やっても無駄だ。封印石とのつながりがある限り、私を倒すことなど不可能なのだ。大丈夫か、ネビン。大丈夫とは言い難いな。だがやるしかない。使徒にとって任務は絶対だ任務のために神明を解すか。だが所詮お前らは使い捨ての駒。その軽い命かけても何もいられん。一つ否定しよう。誰だお前は。何も得られないという認識は誤りだ。彼らは命を落とすことで機会を得た。貴様を倒す機会をな。あのドラゴンはお知り合いですか。シャンダルフォンは離れた場所から他の天使と意思疎通することができる。いわば天使たちの司令塔だ。俺は最悪のケースを考え、あらかじめサンダルフォンに増援を要求していた。それが今ようやく来たってわけだ。増援か無駄なことだ。どれだけ仲間が増えようと私の優位は揺るがない。私は不死身なのだから。このプレッシャーまずいぞ。やろう、一気に勝負を決めるつもりだ。さあこれで終わりにしてやろう。悪魔の力にひざまずき混沌の闇に沈むがよい
なんだ？これは一体。わかりませんか？あなたが自慢げに話していた封印石とのつながりが断たれたのですよ。バカ、そんなはずが。ラミエルの言った通りだ。先ほど使徒バースより封印石の正気を抑え込んだと報告を受けた。これで奴は不死身でも何でもない。存分に真意を示してくれたまえ。ということだ。ビノ、やれるな。はい、任せてください。一撃、真意を持って執行します。正直ギリギリだったがな。スマートな真意執行とは言い難い。結局封印石を処理したのは応援に来てくれたバースですしね。精進します。この揺れ、のんきに話してる場合じゃありませんよ。遺跡が持たない。みんな早く脱出するんだ。ここまで来ればもう大丈夫だろう。悪魔か、強敵だったな。もう二度とお目にかかりたくはねえな。悪魔の力の源になっていた封印石はお前らの仲間が何とかしたんだよな。ああ、そのはずだ。周囲に蔓延していた正気も晴れた。事態は概ね収束したと言って過言ない。つまりもう凶暴化現象は発生しないってことですね。よかったです。これであんたらの任務は達成か。これからどうするんだ。すぐに北グラスティアへ戻る。もう次の任務が来ているだろうからな。もう日が暮れる。出発は明日にして、今晩は正常でゆっくりしたらどうだい。ありがたい申し出だが遠慮しておく。今からでも急げばうちのリーダーに追いつけるかもしれない。そのリーダーってのが封印石を何とかしてくれたっていうお前らの仲間か。はい、歴代の使徒の中でも最強と言われている私の憧れの先輩です。ギノンがそれほど浸水する御神ならば、ぜひ一度お目にかかりたいものだな。使徒は基本的に北グラスティアで活動していますから、会える機会となるとそうそうないかもしれませんね。もしあんたたちが北グラスティアに来るようなことがあれば、その時はそいつも連れて顔を見せに行くさ。その時が来るのは楽しみにしているよ。じゃあな、王子。またいつか会おう。おやおや、こんな場所にいらしたのですか、グラート枢機卿。探しましたよ。ハールか、何をしに来た。それはもちろん、あなた様が進めていた実験の結果をお教えいただきたく。おおむね予定通りだ。
魔獣や村人の凶暴化には成功した。悪魔の権限も近くに対象を配置すればある程度の操作が可能だと分かった。それは頂上ですが、おおむねというからには何か予定外の事態があったのではないですか。察しが良いな。今回呼んだ悪魔がこちらで手を下す前に撃退されたらしい。まあ使用者の力が弱く権限は不完全だったようだがね。なんと、あの聖天戦争で猛威を振るったとされる悪魔を一体どこの誰が倒したというのです。ラミエルと共に現地へ向かったシトラと現地の協力者が複数名、確かリベリアス・プリンスとか言ったか。これはこれはくしき巡り合わせ。しかしだとすれば、今回用いた封印石は紛失なされたので。いや、それに関しては所定の手はず通りだ。ちょうど来たようだな。入るがよい。ああ、なるほど。あなたが封印石を持ち帰ってきたというわけですか。ご苦労だったな。使徒バースよ。